はい、皆さんこんにちは。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回は僕がミニマリストになるまでの経緯をですね、ちょっとお話ししていこうかなというふうに思います。ミニマリストと聞いてですね、いろいろ思うところあると思います。なんかちょっと宗教的だなとか、ちょっと自分にはできないなとか、あとはミニマリストやってる人ってよくわからないなとか、まあいろいろお金の使い道どうしてるんだろうとか、いろいろ思うところあると思います。ミニマリストってまだまだ少数派なので、そのミニマリストの生態というか、そういうのはやっぱりまだわからない方多いと思います。あと見えない方多いと思います。で、興味があるのに、そのやっぱ見えない世界なので、何から始めていいかわからないとか、実際どうなのよっていうところを気になるところやっぱめちゃくちゃ多いと思います。なので、それに対してですね、まあ実際ミニマリスト歴2年のですね、僕からですね、完全に僕の体験を、シェアしていこうというふうに思います。で、今回はですね、ミニマリストになるまでですねのお話をちょっとしていきたいなというふうに思うんですけども、僕はですね、まあミニマリストになる前は普通の人でした。まあ、何が普通かっていうところなんですけども、まあ、物が普通にありました。まあ、どれぐらいあったかっていうと、一人歩くのがやっとっていうぐらい、地面はもう見えてなかったですね。他は、タンスですとか、ベッド、机、棚みたいなのがもう全部、もうテトリス張りに引き締められてたので、一人が歩くのがやっとと。まあ、自分が歩くのがやっとって感じですね。で、横になったらもうそれで地面は消えるみたいな。もうそんな感じでした。物がいっぱいありましたよね。はい。で、社会人になりまして、一人暮らしをするんですけども、そこでも、もう自分の好きなものをもう集めてやっちゃってるんで、部屋を歩くにも、こう下に、もう散乱してるものをまたいで歩くみたいな、もうそんなことをやってたので、もうどれだけ物で引き締められてたかみたいな、まあそんな感じでですね、やってたわけなんですけども、僕が会社を辞めて、起業をしました。はい、それが3年前ですね。まあ厳密に言ったら2年と7ヶ月ぐらいなんですけど、辞めました。会社を辞めて起業しました。で、そこで、まあその起業した時に、なんかこうビジネススクールみたいに入ったんですよ。で、そこで、こうビジネスのいろはを教えてもらいながら、ビジネス活動するみたいなことやってたんですけど、そのスクール卒業式にゲストとして、もう実業家の方が講演に来てたんです。で、その方が天然石の会社を経営していて、もうそのご自身も年収でいうともう運億稼いでるような人で、まあその人がゲスト講演ということで来てたんです。で、その人が、まあこれからビジネスをこう広げていくあなた方に向けてちょっとお話しますねということで話してくれたんですけども、まあ開口一番ですね、何を言い出したかっていうと、皆さん、物を捨てましょうとか言い出したんですね。で、あ、この人ちょっとなんか宗教っぽいのかな、やばいな、みたいな感じで、まあ、話半分で聞いてみるかっていう風な感じで聞いてたんですけども、まあその人、本当に物を捨ててまして、で、その人が、まあ、物を捨てましょうっていうだけじゃなくて、物を捨てた人が、こんないいことがありましたよっていうのを、お話しされてたんですよ。で、その、講演の後に、この卒業式に参加されている方の中で、断捨離をしますと、決断された方は、僕からプレゼントを差し上げますっていう風な感じで、その、ゲストの経営者さんが言ったんですよ。なので、その経営者さんってやっぱ僕も近づきたいわけなので、よし、ちょっとこれやってみようということで、その経営者さんに僕やりますっていう風に宣言をしたわけです。まあそれがですね、僕のミニマリストへの入り口ですね。はい。で、その夜に帰って、卒業式の夜帰って、で、その経営者さんからFacebook で繋がって、その経営者さんから、メッセージというかまあ、課題ですね、が来たんです。60リットルのゴミ袋を20袋分、物を捨ててくださいというふうに言われて、60リットルの袋を20袋分っていうその量がよくわからないので、感覚ではつかめなかったので、とりあえずもうなんか入るだけ入れてみようということで、もうとにかくですね、コートやら、使ってないものやら、卒業アルバムやら、
もう何でもかんでもですね、入れていきました。はい。で、そしたら意外とですね、すぐ埋まっちゃうんですね。中にはちょっとこう、彼女との思い出みたいなのもあったんですけど、そういうのもですね、ボン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 捨てていきました。はい、で、物を捨てて、でもすっきりしましたと。で、その後がすごかったんですよ。引き続き、ビジネス活動、スクール卒業してビジネス活動をやってたわけなんですけど、もう収入がですね、ドゥン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 って上がっていって、断捨離をするまでとした後の、その年収の上がり方が半端なかったっていう現象が起きたんですよ。で、まあこれに関しては、また、別の動画でですね、お話ししていこうかなというふうに思うんですけども、まあ今回は、その、断捨離、ミニマリストになるきっかけですね。それは、僕が入って、所属していたビジネススクールの卒業式にゲスト講演に来た経営者さんと交わした約束、これが僕のそのミニマリストとしての入り口だったということですね。まあちょっと何か参考になったら嬉しいです。もしミニマリストに興味がある方はですね、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。